いやけどさっきのその声も別にマスターとそう反してる感じじゃなくて、後ろで。はい、YouTube をご覧の皆様、こんにちは、アルハウです。今日はですね、久しぶりにちょっと、不思議な話をちょっとしようかなと思います。私、バーやってるんですけどですね、飲食店で。ちょっとバーっていうのはちょっと不思議なことが起こりやすいと、ちょっと言われている、こともなんかあるみたいでして、私も正直そうだと思います。私も一人でいる時とか、例えばですね、前もちょっと動画で上げたんですけど、それはちょっともしよかったら概要欄にちょっと、リンク貼っていきたいと思いますんで、ちょっともしよかったら見てください。でですね、なんでバーにですね、そういう不思議な体験が起こるのかというと、ちょっととあるサイトで、バーに幽霊が出るという、その理由がちょっと4つ記されてまして、なるほどなと思うのと、あともう一つ私、その原因があるんじゃないかなって思って、それを付け加えて、ちょっと話したいと思います。その後にちょっと最近ちょっと、当店で起こったちょっと不思議な話をちょっとしたいなと思います。ではちょっと話していきましょう。1、お酒を扱っているから霊的なものに通じている。はい、これどういうことかと言いますとですね、飲食店のバーっていうのはですね、お酒を専門的に扱っていることで、皆さんご存知だと思うんですけども、おしゃれな店でお酒を飲むという、大体ウイスキーのロックを飲んでたりとか、よくなんかそういうなんかシーンで出るんじゃないかなと思います。で、その中でですね、お酒の種類ですね。これもちょっとあるんじゃないかって、ちょっとこのサイトではちょっと言ってまして、って、私はちょっと、それも、ちょっとこじつけてるなって、正直私はちょっと思うんですけれども、スピリッツ、要するに、精霊体とかそういう、やつですね。お酒のちょっとよく使う、種類で4大スピリッツってやつがあると思うんですよ。皆さんご存知だと思うんですけれども、ジン、テキーラ、ラム、ウォッカ、順番ちょっと言い方がありますけど、この4大スピリッツっていうやつがありまして、でスピリッツっていうのは先ほど言ったんですけど、魂とか霊魂とか、精霊とかそういうものを意味しているものなんですよね。よくヒーリング術とかでもそのスピリッツの火、水、土、風のその加護を得てるとか、そういろいろあると思うんですけども、で中にですね、結構有名なお酒でシャルトリューズとか、他にもいろいろそういう、もともとそういうなんかポーションというかエリクサー的な感じで作られた、節の薬とかですね、そういうもので作られたお酒がいくつかやっぱあるんですよ、伝統的にですね。それはちょっと調べてもらったらいろいろあると思うんですけど、やっぱ修道院に作られてたお酒とかですね。やっぱそういう、精霊とか、そういう、魂までいかないけど、やっぱ精霊とかそういう、聖なる気をまとっているものもやっぱあるんじゃないかなって私は思いますね。そういうものをやっぱ専門的に扱っているお店なんだから、ちょっとそういう現象が起きやすい、そして集まりやすいという、そういう理論ですね。2つ目、水辺に霊が集まるから。はい、これですね、ちょっとそういう不思議な体験とかしてる人とか、よく知ってる人だったら、結構そういうですね、霊っていうのが、水辺に集まる習性があるという、そういうことがやっぱなんか言われてるみたいですね。確かに渇きを癒すためとかいうあって、三途の川とかそういう水辺にはですね、やっぱこの、現世とですね、常世、その死後の世界のですね、境界線をちょっと表していることもちょっと言えるんじゃないかということで、お酒とかやっぱそう水辺にかか、まあ、飲食店も全部そうとか他のそういうなんか川辺にとか水辺にある店もやっぱあると思うんですけども、やっぱそういう水っていうのはですね、やっぱそういう生命とかその霊的なものとのその深い関係があるものだと思うので、そのお酒、要するに水気のあるものとかそういうそのですね、現世と常世をつなぐそのきっかけとなってるんじゃないかなってちょっという説ですね。3つ目、打ち水時に霊が現れる説。はい、ちょっとこれちょっとまあ3つ目としてこの打ち水時にですね霊が現れる説というんですけども、打ち水時とかそうとこういう不思議な体験をしている人だったら言うと思うんですけど、打ち水時っていうのはだいたい午前2時から2時半の間のことを言われてますね。でこの打ち水時はやっぱ不吉な時間帯とか、まあ、霊が出やすいとかそういうことを言ってます。結構なんだそういう伝承で牛の国参りとかですね、そのいうことがあるんですけども、牛の国っていうのはだいたい今午前1時から3時頃ですかね。でこの時間帯はちょっとやっぱ霊的なですね、その力が最もその増大するという時間帯だと見られてます。バーっていうのはだいたいまあ深夜の時間帯に皆さん営業されてますよね。まあ12時に深夜0時に終わる店もやっぱありますけども、大体まあ私がある表町は大体1時ぐらいかな、1時2時ぐらいに終わる店がやっぱ多いと思うんですけども、まあ当店は大体3時ぐらいまでですね。まあ朝までやってる店もやっぱありますけどもですね、やっぱその深夜のその時間帯に動きがあるっていう、その霊が活動しやすい時間帯にそういうまあ営業してるってことがあるから、そういう現象が起こるんじゃないかって言われる説がありますね。4つ目、合わせ鏡を通して霊が現れるから。はい、ですね、合わせ鏡っていうのを、まあ、皆さん結構ご存知だと思うんですけども、たまにですね、やっぱ飲食店のそのお手洗いとか行ったら、合わせ鏡とか、バーって鏡映えのお店とかやっぱ合うと思います。私もちょっと、まあ、プライベートで行く店とか、そういうところがやっぱあるんですけども、このですね、合わせ鏡とその水辺のその、なんだ、その相乗効果っていうのはやっぱちょっとすごいみたいですね。まあ、この霊力の増大に一つあるんですよね。でこの合わせ鏡といってもそんな鏡ってそんな置いてないまあ、お手洗いとかそういうとこは置いてますけども、合わせ鏡したいところはないんじゃないかって思うかもしれませんけども、鏡っていうのはあくまで鏡じゃなくてもなるんですよ。私の好きな話で虫師でですね、ちょっと鏡を見せたらその虫を退治できるっていう、そういう話があったんですけども、それは鏡持ってなかったけど退治できたんですけど、それは何かというとですね、まあそれはちょっと虫師さんの方の見てもらったらいいんですけど、ネタバレになっちゃうんでですね。そういう話は大好きですね、私は。まあ、それ、で、合わせ鏡って鏡じゃなくてもなるという話なんですけども、まあ、ぶっちゃけ言うと瓶ですね。瓶にも、要するにガラスじゃないですか。その瓶がいっぱい並んでるんですよね。その瓶と瓶がこう、置いて向き合う時がやっぱあるんですよ。で少なからずそこに物が映ってしまう、まあ、自分が映ってしまうことがやっぱあります。でそう合わせ鏡をしちゃいけない時間帯というのがやっぱあるんですよね。ちょっと造名的なこの時間帯見たらちょっとなんだまあ、将来が見えるとかちょっと未来の結婚相手が見えるとか、ちょっとそういういい説もありますけれども、ちょっと悪魔が現れる時間とかやっぱあるんですよね。で私はその時間帯、その一番危険って言われているまあ正確に言うとまあ4時44分44秒が、その時間帯にはなるべく店を閉めているようにはしてます。5つ目、負を持つ人たちが訪れるから。はい、先ほどちょっと申し上げたのは、ちょっととあるサイトにでもまとめてた記事があったので、ちょっと参考にさせていただきました。で、この5つ目がですね、私がそれ以外にも合うなと思うのは、負の感情を持つ、やっぱ人たちが集まる場所だと思うんですよ。やっぱ心に悩みを持ってる方が、やっぱ、訪れます。やっぱ、仕事のこととか家族のこととか恋愛のこととか友達のこととかですね、でちょっと悩みを抱えてちょっとまあ負のオーラをまとっている人たちがやっぱ来るわけで、そしてマスターとかに相談する店とかやっぱあります。やっぱそういう負の感情が渦巻くところはやっぱそういうものを好物にしているですね、そういう悪しきものとかもやっぱいるかもしれませんのでですね、そういうのが集まってから呼び寄せてしまうのかなと私も思います。ということでですね、先ほど言ったこの5つの項目を全部まとめると、もうドンピシャなその不思議なこととか、呼び寄せてしまう環境が整ってるわけなんですよ、バーっていうのがですね。私もそうだなってやっぱ思います。ちょっとですね、私もちょっといろいろこの動画でちょっと喋ったりとかした時あったんですけど、今日はですね最近起きたちょっと不思議なことをちょっと話したいと思います。それでちょっと今日は終わります。はい、ですね、最近起きたことなんですけどですね、当店来てもらった人は分かると思うんですけど、全部私のところはアレクサを導入してまして、音声認識で物が動くようにしてるんですよね。アレクサ電気つけてとか、アレクサソファーの方の電気つけてとかそう言ってですね、そしたら全部照明関係とかそのお客さんに合わせて調整しますし、でアレクサちょっと温度下げてとか、その空調とかもですね調整したりしています。でそのアレクサがですね、たまに誰もいないのに誤作動を起こす時とはやっぱあったりするんですよね。なんでって感じで、アレクサ使ってる人あるあるだと思うんですけれども、それはちょっと誤作動ということで、別に私もあることだなと思うんですけれども、突然やっぱ動いたとはビックってなるんですよね。でそんなこんながちらほらありましてですね、ちょっと営業終わろうと思った3時ぐらいちょっと前かなに、ちょっと当店ちょっとインターホン形式になってまして、インターホンを押してもらって顔認証をしてからちょっと扉開けるって仕組みなんですよね。で常連のお客さんがちょっとピンポン押されまして、ではいってちょっとすみません開けますって言って、てっきり私もですね営業も終わりかけでもお客さんもはけた後だからもう洗い物してたんですよ。バーってですね洗い物してて、もうあんまり来るとは私も思ってなかったからですね、もう閉まりかけの時間帯やったからですね。で、とりあえず開けてすみませんちょっと遅くなってちょっと洗い物とかしてまして申し訳ないですって言って、ちょっとどうぞって形でお通したんですよ。そしたらしてるお客さんだったんですけど、なんかそわそわってキョロキョロするんですよね。で座ってからで今日遅かったですねって話してから、おしぼりとか出して、ちょっとじゃあ何されますかって言って、ででそのお客さんがマスターちょっと別にちょっとなんか変な話なんだけど別にそういう気持ちで言うわけはないんだけど。っていう話でんってどういう何って聞いたら、いやさっきまで声がしたねんって話して、声がしたってどういうことって思って、そういうお隣さんじゃないですかって言って、お隣さんとか結構音楽をガンガン鳴らしてからですね、ちょっと盛り上がるようなお店なんですよね。でその隣のお店からそういう聞こえてから、うちと店と勘違いしたんじゃないですかって感じで、当時だから先ほども言ったんですけど、うちお客さんはけた後で洗い物してたらもう全部片付けてたとこだったんですよ。だから誰もいなくてですね、作業してた時やったんですけども、ちょっといや来てからインターホンを押したらなんか声がしたねって話で、インターホンの向こうからでマスターの声のマスターのはいっていらっしゃいませとかそういうそんな感じで私対応したと思うんですけど、その向こうの後ろでなんかガヤガヤ声がするねんって話して、でっていや私しかいませんよって話して、でその声ってどんな方ですかって、女性ですかとか話してさ、いや男の人だったねって感じで複数人ちょっといるみたいで、こんな時間帯でもお客さんいるんだってちょっとびっくりして、ちょっと賑やかだなと思ってからしたのよ。ちょっと待ってたんよ。そしたら開けて入ってきたら誰もいなくてさって感じで、だからきょとんってその人してて、でそんなことってあるのって感じで言われまして、やけどさっきのその声も別にマスターと反してる感じじゃなくて、後ろでそのインターホンの私の声の後ろでなんかガヤ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 して喋ってたんだよねって感じで、そんなことあるんだねって感じで、ありました。まああるはるでした。そういうことで、まあそんなことってやっぱあるんですね。まあ、定期的にこういうことがあったりとか、私が体験したこととか、私が、思うこととかもちょっと発信していけたらなと思います。アルファでした。もしよかったらちょっと、チャンネル登録とか、評価とかしてもらったら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは、失礼します。どうもどうも。